西部は4日、知人女性への強制性行の疑いで、書類送検され、権威不十分で不起訴処分となった山川、お高内野手について、無期限の公式試合出場停止とする処分内容を発表した。寄せられていた反応をまとめましたので、ご覧ください。去年、複数年契約にしなかったのが裏目に出たね。今年は戦力になってないのだから、西部と再契約するのなら大幅減法、限度額で。 2から3年目の若手じゃないんだし、責任は自分で取らなきゃ。球団の教育を問う人もいるけど、一般企業でもそれ相応の処分を受けるでしょう。FA でなく契約満了で放出するなら、どこか拾うのかな昔と違い、球団もコンプライアンスとイメージ重視だし、厳しいかな 中田翔はトレードになったけど、それは2021年がコロナ特例でトレード期限が8月末だったからできたことで、今はもう秋、トレード期限はとっくに過ぎてる。FA には17日足りず、トレードもできず、単年契約で来期の保証もなし、大幅減俸確実。自業自得の見本のような展開だね。今季はこのままで仕方ないとして、オフに戦力外でいいと思う。 本人が西部と契約したいなら育成契約で移籍希望なら取りたい球団があるのならくれてやればいいと思う。今回の問題がなくても FA 移籍は決定的だったんだから問題なし。人的保障はなくなったけど浮いた年俸の分今季頑張った選手に還元するとか新外人獲得に当てた方がいい。これで今季の山川の出場はなし、FA 権の取得もなしってことでしょう。 そうなると、このオフどうなるのか。この記事にある通り、トレードに出されるか。今は、どの他球団も獲得に手を挙げづらいだろうから、西部とも契約を結べず自由契約となる可能性も十分にある。自ら招いたこととはいえ、山川にとっては、トゲの道が続きそう。 17試合出場させて、FA 権取得させて、FA 権行使させた方が、セーブが得って書いてる人いるけど、それは得策じゃないと思うわ。そもそも球団に毎日クレーム入るのは目に見えてるし、業務に支障きたすからな。試合中も関係ないチームメイトにもブーイングされる、可能性だってあるしな。再会争いしてるから、そんなんどうでもええや、むとか言われそうやけど、それとこれとは別やからな。 まあ無期限公式戦出場停止、これが妥当やろな。オフに契約更新してくれるかリリースされるかは正直五分五分やろな。イメージダウンの元凶をこの先も置いておくにはリスク高すぎるしな。動画をご覧いただきありがとうございます。皆さんもリクエストやご質問があれば下のコメント欄にどんどん書いてください。